はようございます。こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで、今日も元気にドラゴンクエストを実況プレイしていきたいと思います。前回は、このね、マイラの村にたどり着いたところだったんですけど、で、ちょっとね、マイラの村の中をうろうろして、まあみんなと話をね、したんですけど、ちょっとね、前回から今回までの間に3レベルぐらい上げました。頑張った。レベル上げだけしときました。前回ボコボコにされてたんでね、敵に。ということで、今回は引き続きマイラの村の探索をしながらですね、次の目的地に向かっていきたいと思います。ってことで、早速やっていくんですけど、なんだおじいさん、閉じ込められてる。鍵を持ってない。おじいさん、閉じ込められてる。なんかこの村、老人に冷たくない？左上のさ、人もなんかね、毒の沼地の奥に追いやられてるし、ひどすぎるよ。ここも鍵だもんね。でもなんかここは裏から入れたんだよね。こんにちは。南の海辺の洞窟の中で美しい女性を見たという人がいました。しかし洞窟の中は怪物だらけ、美しい女性なんかいるわけがありません。南の洞窟？ほほう。ちょっと待って、なんか道具屋か？あ、道具屋か。道具屋には用はねえ。こんにちは。こんにちは。ゴーレムという巨大な魔物は笛の音が苦手だと聞く。苦手のニガがカタカナのニガだ。力任せに戦うだけでは倒せない魔物もいる。相手の弱点をよく考えることだな。あ、ね、笛手に入れたんだよ。これこれこれ、この村かどっかで、多分この村だけど、この村しかないけど、ゴーレムに使えるんだ。なんか南の海辺に行けみたいに言われたけど、今ここにさ、羽があるところにいるんだけど、左上の方にさ、ちょっと紫色にチカチカ光ってんじゃん。すぐ左上、あっちが気になるから、先そっち行ってから南行こっか。さあ、レッツ冒険。お、もうね、大サスリとかワンパンよ。ワンパンじゃなかった、痛い。え、待って、しかも HP が少ない。やばい、死んじゃうかもしれない。 MP も少ない。ちょ、一回帰ろう。ちょめちゃめちゃ手際は悪いけど、ちょっと一回回復させて。死んじゃうから、これ勇者ワン、もうマジ一人しかいないから、パーティーワンマンだから、あのスキヤのバイトみたいな感じでやってるから、一人が倒れたらもう全滅なんだよね。そうやって考えるとスキヤのバイトって大変だな。さあ行きましょう。もう HP もう全開だから、もうこれも元気よ。もう大サソリなんてもう目じゃない。ゴースト、もうね、君はね、君はもう余裕よ。ゴースト足そう。さあ、そしたらこっちだよね、多分ね。前回行こうと思ったら、今こうなんかね、岩肌というかもう山なんだけど、山に邪魔されて行けなかったんだよね。こっちこっち。なんだこれ、祠みたいなやつある。え、祠じゃなかった、地面に潜ってくタイプだった。どう考えても上に伸びてね、これ下に入ってくタイプの建物なん、こいつ。行きましょう。え、急に人おる。そなたが豆腐じゃな、竜王を倒すため旅に出たという話はわしも聞いとる。お、ありがとうございます。一体どうやって耳に挟まれたんですか。しかし竜王はとてつもない魔物じゃ。倒されるのが分かっていて、ミスミス行かせるわけにはいかん。おうおう、なんかすごい気遣ってくれてる。そなたの力を試させてほしい。この地のどこかに魔物たちを呼び寄せる銀の盾事があると聞く。へえ。それを持ち帰った時、そなたを勇者と認め、雨雲の杖を授けよう。マジっすか。銀の盾事を手に入れたら雨雲の杖がもらえるらしい。なんかよくわかんないけど、見つけたらここ戻ってこようか。銀の盾事が手に入ったら雨雲の杖がもらえるのね。なんかミスミス死なせるわけにはいかんとか言うなら、俺が勇者だろうがなかろうが雨雲の杖くれよ。お、レベル上がっていく。力4ポイント、素早さ2ポイント、身の守り1ポイント、HP4 ポイント、MP6 ポイント、レミーラの呪文。あれ、レミーラってなんだっけ？なんかさ、明るく照らすか。あれかと思った。なんか幻にかけるみたいな。レミラマだっけ、それ。洞窟を明るく照らす。タイマーいらなくなっちゃったね。待って、杖。ちょ待って。痛いよ。でも大丈夫、俺にはホイミがあるから。ああ、ホイミ。気持ちいい。ホイミ気持ちいい。ああ。よし、行くぜ。やべ、なんか骸骨は、ちょっと仲良くできなそうだな。
あいつ多分俺が肉体持ってるから妬んでんだわ。やべ、絶対この毒の先でホイミ使うべきだった。あ、なんか弱そう。もう物理でいけそう。あ、会心の一撃ありがとうございます。美味しい。行くぜ。あれ、ここで綺麗な女の人がいたって言ってたとこかな。ああ、こりゃレミーラないとダメだわ。レミーラ。ほほう。ほうほうほう。ええやん。ええ呪文やん。見えるぞ。しかもなんなら松明よりも見える範囲広い気もするけど。なんかただ呪文ポンポコ使ってるけど、残り MP17 しかねえんだよな。最大 MP が低いんだわ。勇者だからさ。魔法使いじゃねえから。待って、宝箱とか落ちてない。ああ、なんかやべえ赤いのある。マグマか、あれは。ねえだ。初めての敵だ。3ポイント。あ、これは余裕だわ。多分呪文使ってきたらやばいやつだよね。見た目的にもね。なんか物理で頑張れなそうな顔してる。お？おー、あら、ローラ姫と竜では、あれは。ローラ姫と竜、エルマーと竜みたいな。あ、やめて、いきなりギラ使うのはやめて、痛いよ。エルマーと竜、ちょっと待って、ローラ姫おるやん。ローラ姫、僕です。ぐるっと回ればいいのか？ちょ、敵多いて、みんなどうしたん？やめとけ、やめとけ。命を無駄にするでない。で、誰かがなんか言ってた気がするよ。その勝てない勝負は挑まんとこ、死んじゃうよ。あ、なんか暗くなってきた。まさか、まさかあのなんかレミーラの呪文、制限時間あるタイプ？ちょっと HP やばいかな。ただ MP あんまねえから、ポイミもな、ポンポコ使えねえんだわ。ああ、また出てきた。でもなんかメーダー、そんな攻撃力高くない割に、経験値美味しいね。14も食えれるんだ。待って、一回やっぱちょっと、ああ、強さじゃない。一回ホイミしとこ。やべ、残り MP が14しかない。これレミーラなんか使ってる場合じゃねえぞ、マジで。あれ、これ、マジ、あの鍵？鍵突破しないと姫に会えない説しかない。はい。やめとけ、魔法使い。かわいそうやって、出てきた瞬間に殴られてリタイアしてるやん。脱出。ただ待って。みんな気になったでしょ？俺も気になったんだ。左にさ、行く道あったよね。ワンチャン宝箱じゃない？これ。待って、なんか。ちょっと待って。これ大丈夫？俺。これ大丈夫？俺、これ。これ大丈夫か？俺。暗い中迷子になってない？こんな登ったっけ？さっき。あれ？気のせいだった？左行くとこなかったっけ？あー、なかったくせー。レミーラ。あ？やべ、洞窟って見えねえ。だってそれ洞窟だもんな。あれ、この左側って道じゃない？道じゃないね。なんか、いや、やけに真っ黒だもんね。あれ？そうそう、ここに扉がありの。ここ、ここ。あ、ちょっと待ってください。完全に私の勘違いでした。勘違いをして、MP を無駄にしました。この度の冒険で、再び我々は、何も得ることができませんでした。さあ、来たぞ、次の大地。ははーん、左の方に行ったら魔王城っぽいのに行くんだろうな、きっとな。下の方行くか。下のなんか湖に囲まれた町っぽいとこ行こう。レッツゴー。いや、なんか敵強そう。大丈夫かな。マジで不安なんだけど大丈夫。あ、待って、でももうすぐそこじゃね。え、もう着いた。ちょ待って、なんか地図バグるわ、感覚が。近いわ、めっちゃ近い。おらおら、痛いて、マジ骸骨超強いんだけど。やめようぜ、骸骨と人間が生身で、生身の人間が骸骨と殴り合うのマジでやめよう。もう着いちゃった。一瞬だ、一瞬やな。足速え、勇者ってすげえんだな。あー、一歩歩いたら出てきた。やべえ、骸骨との話してたら骸骨また出てきた。なんでこいつこんな頭長いん？どうしたん？ナッパか。ナッパもこんな頭長くないわ。ごめん、ナッパ。今風評被害だった、ナッパへの。え、やべえ、やべえ、絶対強いよ、こんなん。絶対強い。痛すぎる、13ポイント。やばいって、マジ待って。どうしよう。ホイミ。やばい、化け物出てきた。待って、ギラだ。やったれ、俺。やべえ、マジで強いよ、これ。こいつ本当に嫌だ。本当に強い。危ない。
死ぬとこだった。本当に死ぬとこだった。40ポイントも経験値くれた。待って待って、何も出てこない。でも危ねえ、リカント一体に殺されるんだけど。頑張って2レベルとか上げ、3レベルとか上げたところでリカントには勝てなかったよ。危ねえ、マジで強かった。いやー、ほんと死ぬかと思った。で、ここはなんて村だい？リムルダールの村。あ、なんか言ってたね、リムルダールの村があるみたいに。はあ、こんにちは、皆さんこんにちは。あー、分かってましたよ。妻のクレアを置いてマイラの村を出てきたのはいいが、あなたじゃないですか。妻のクレアを置いてマイラの村出てきたお父さん。魔物に襲われてお金は取られる、マイラに戻れない。俺が連れて帰ってあげようか。タンスの中、あ、タンスには何もない。くそ、畜生。こんにちは。マイラの村の北西には小さな祠があってよ。あ、行った行った。変なおじいさん一人で住んでた住んでた住んでた。かわいそうやん。変なじいさんとか言ったらなや。え、ちょっと待って、これが旅の商人ってこと？これが旅の商人なら、これは何？この人何？あなたは何者ですか？あ、武器屋か。武器のマークあんな。あ、ちょちょちょ、あの、君じゃない君じゃない、こっちこっち。なんか新しい武器欲しいな。なんかないの？鋼の剣。あー、38から56？ めちゃめちゃ伸びるね。バチバチ攻撃力上がる。魔法の鎧やば。歩くと HP が回復する？やばくない？無限やん。無敵やん。ただ、一旦鋼にしとくわ。いや、待って。もうちょい我慢しよう。もうちょい我慢しよう。え、あと気になったのがさ、なんか画面の奥に、右上に女の人いるんやけど、どうしてなんかその、一人だけそんなね、こんな水の、こんなところにいるんですか？どうしたんですか？もう6個ったら遅いわね。何してるのかしら。プンプン。6個誰だよ。そんな人覚えらんねえよ、人も町も。お兄ちゃん誰？見かけない顔だね。旅の人なら僕んちの宿に泊まっていけないよ。あ、さっき泊まりました。ありがとうございます。美味しかったです。いろいろ。この町に魔法の鍵を売る店があると聞いてやってきたのに。ほほう、欲しいぞ魔法の鍵とやら。あなたか、予言所。おほう、お主はロードの子孫じゃな。そうですよ。何も言わなくてもわしには分かるのじゃよ。え、どこですかそれは。聖なる祠。南へ行ってみるがよ。ウィス。リオに太刀打ちできるような武器や鎧が存在するのだろうか。ああ、神様。今にもリオが襲ってくるかと思うと落ち着いて商売もできませんよ。なんかニートみたいなこと言ってるやついるけど。あ、あれ6個じゃね。こんにちは。古き伝えでは、ロトはこの地の西の外れに虹の橋をかけたそうじゃ。そして魔王の部屋の隠されたる入り口より闇に入ったと聞く。旅の過程、もしそなたがロトの子孫に会うことがあったなら、今のわしの言葉を伝えてくだされ。あざーす。何この、お、待って、いけんじゃん。見つけたよ。ぐるっと回れってことね。オッケー。ちょっと待って、この木邪魔。街中に木生やすな。最後にここの二人と話をしてからぐるっと回ろう。キャー、あなた誰？あ、ごめんなさい、着替え中だった。ああ、着替え中の女の子の部屋からキメラの唾取っちまった。あなたもその姿からすると勇者ロトのファンでしょう。ロトの歌ちゃん本当に謎めいてますよね。外の世界からやってきたという話もあるし。ああ、はい、よし、行きましょう。ぐるっと回りましょう。ああ、こっちだった。あぶね。この女の子のおかげで、この町のこの外側に出るという、なんかメタ的な動き方を学んでしまって、俺は。おじさん、こんにちは。どんな扉も開けてしまう魔法の鍵。え、欲しいよ。待って、めっちゃ欲しい。めっちゃ買っとこ。めっちゃ買っとこ。めっちゃいる。ああ、ダメだって言われた。123ゴールド。ええやん。守りの種。いいやん。守りの種行くぜ。身の守りが4増える。うん、気持ちいい。待って、鍵めっちゃ手に入れたからさ、マジでめっちゃ、あー、街から出ちゃった。くそ。鍵めっちゃ手に入れたからさ、なんでもできんじゃん、もうそしたらね。ちょ、ほらほら、どけどけ。おじいちゃん、こんにちは。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。これはここアレフガルドに古くからある言い伝えじゃよ。そしてわしが聞いた話では、太陽の石というものがラダトーム城に眠るそうじゃ。ははん。魔法の鍵やばすぎ。待って、しかもでもこれさ、一回使ったらなくなるんだよね。あ、そうだよね、きっとね。
命の木の実食っとこ。最大 HP が5も増えたぜ。気持ちいい。待って、なんかあの下にいた男の子に話しかけたいけど、俺の指の操作性が込みすぎて男の子に話しかけに行けない。よいしょよいしょ。男の子に話しかけるついでに、ちょ、上からじゃないと回れないとかそういうのやめて。男の子に話しかけるついでに鍵補充してこうぜ。鍵はいくつあっても、いくつあってもええわ。こんなもんいくつあってもいいですからね。おしゃー、6つまで持てるんだね。 OK。 やばい、全部戻りたいんだけど、一回しろとか全部戻って全ての鍵開けたい。あ、ロッコちゃんチス、彼女が待ってるって。ドヒャー、また場所を間違えちゃったのか。彼女怒ってるだろうな。ドヒャー、お礼にいいことを教えてあげるよ。マイラの温泉から南に2つ歩いて調べてごらん。いいものが見つかるよ。僕はナナヤの言い訳を考えなくっちゃ。待って、なんかいいこと聞いた気がする。マイラの温泉から南に2個ね。ただ思うんだけど、マイラってどこだっけ。多分さっきの町だよね、きっとね。南に2歩歩けって言われた。ちょ、やめろみんな、そんな出てくんな。ほら、燃えろ燃えろ鉄のサソリよ。あ、こいつでも31ポイントも経験値くれる。うまー。さあ、もうね、もう覚えたから。え、待って、ちょ待ってくんね。ちょ待って、これさ、この扉開けられるんじゃね。ちょ待って大丈夫かこれ。言っていいやつ、もうちょっとまだドラゴンに勝てなそうだからやめとこう。魔法の鍵でなんかこの扉開いちゃうんじゃない。あの扉開いたらドラゴンと戦えちゃうんじゃない。そしたら俺死んじゃうんじゃない。やめとこう。ちょっと一段落させて一回。ほらほら、全員ひれ伏せ、どきたまえ。さあ戻るぜ、まずは町にな。よいしょ。おーおお、明治ドラキ、もう怖くねえぜお前なんか。なめんな、ワンパンだ。しゃあ行くぜ。いや、勇者さんレベル上がったらなんかドヤ顔してますわ。ここマイラの村だよね。温泉から下に2歩っつってたな。ここの鍵は開ける必要ないから、これ、温泉ってこれ、ちょっと雑すぎん。 1,2 調べられないぞ。マイラの温泉ってなんだ。これ温泉ですか。パフパフはいかが。うわ、パフパフ20ゴールドしてもらおう。うふふ、じゃあ行くわよ。あ、パフパフされてる。あ、パフパフされてる。おー、終わった。南に2歩っつってたよな。あれ、調べられないんだ。なんもね。まさか騙されたか俺。あれ、ちょ君邪魔。何も見つからなかったって言ってるよね。え、何も見つからねえんだけど、どういうこと。騙されたのか俺は。おじいちゃん会いに来たよ。こんにちは。お若いの、魔法の鍵を売る店を見つけてよじゃな。見つけやっしゃ。わしのせがれから妖精の笛について聞いたじゃろ。え、なんか聞いた気がする。あ、妖精の笛、手に入れた。メルキドの町へ行ってみるがいい。やべえって、そんな地名覚えらんないって。山手線の駅ですら苦戦してんのに俺。やめてくれ。なんか日本の田舎出身の人間になんかカタカナの町の名前いっぱい覚えさせるのやめて。明治。ちょっと待って、今からね、俺がね、どこに行こうとしてるかっていうとね、このね、一番左端のね、町まで戻ろうとしてんの、ね、今。どうしてかって言ったら、魔法の鍵持ってっからさ、何でもできちゃうんじゃない。なんかあったんだよな、魔法の鍵だじゃなきゃ開かなそうな扉が。これワープとかできねえの。なんかルーラとか使えないのかな。ない、そういう機能。そんな機能はないですか。そんな楽するなと、勇者が。歩けと、そういうことか。おいしい。スライムベースかわいい。でもほら、勇者足速いからさ。ね、なんか、
敵に苦戦するときはめっちゃ歩くの大変だけど、余裕で勝てるようになるともう自由に世界を行き来できるよね。ポケモンマスターもこんな感じなんだろうな。もうな、誰でも出てこいみたいな、出てきたやつ全員片っ端からぶっ通したろうみたいな、そんな感じなんでしょう、きっとポケモンマスターもね。で、私は勇者ですから、同じ価値観ですよ。なんならね、このゴーストちゃんたちは本当に俺の前に出てきてるのか、それとも見かけたから勇者が狩りに行ってるのか、どっちなのかって問題がある。そしてここを開けに来たのだよ俺は。よっしゃ、あなたガライの墓へ行くつもりですか。盾ごとの音色は魔物たちを呼び寄せると言います。行くのやめておいた方がいいっすよ。あれが銀の盾ごとの話。昔は遥か南の方のドムドーラという町まで旅したものだ。ヨデアの親父にもよく世話をかけたな。今も元気だろうか。ガライの墓の入り口を教えるわけにはいかんな。自分で見つけるがよ。おお、宝箱だ。銅の剣、やった。松明、ああこれはまあなんかまあまあ。630ゴールド、やばすぎ。持ってけ泥棒、どうせ世界滅びてしまうんだ。今更お金を儲けようとは思わないぜ。ああ、ありがとうございます。ありがたいですね。あなたは誰ですか。あ、さっき話しましたね。なんでこの町の老人はみんな閉じ込められてんの。おや、入り口の鍵を開けてしまったのかい。仕方ないね。ほらこの鍵を持っていき、鍵は大切に使いなさるよ。ほうほうほう。え、なんか鍵くれたっぽい。今プラマイゼロみたいな。なんか、ま、待って、あっちに、なんか下の方におじがいるよ。ほら魔法使いっぽいおじが下にいる。どうやってやつに会いに行くんだ。ちょっと待って、その前に銅の剣装備しようぜ。おら、ついに竹竿から剣を装備する人になった。ようやく勇者っぽくなったんじゃない。今までね、松明、違った、竹竿ブンブン振り回してただけだったから。なんか、あ、おじか。ああガライのね。はあ、OK です、ありがとうございます。さあ、そしたらだよ、銅の剣を装備した私はもう無敵と言っても過言ではないので。え、待って、そして今気づいちゃったんだけどさ、この村の下側に橋があるよ。これ下行けんの。このまま行けんのかしら。ただいやー、悩ましいな。一回さ、お城戻ろう。どうしてかっつったら鍵持ってっから。もう鍵なんていいもん持っちゃってっから、もう全部開けたくなっちゃう。全部開けたくなっちゃう。こことかね、こことか、なんか、ここじゃなかった、上だったわ。あれ、これってさ、なんか左の方にさあるよね、ここ。開けちゃったりしちゃったりして、誠の勇者なら盗みなどせぬはずだ。調子に乗るなよ。素早さの種、不思議な木の実。おお、鍵、ええやんけ。350ゴールド、ええやん。ち、樽の中は何もねえか。私はこれは盗んだのではない、あくまでも借りたのだよ。不思議な木の実、 MP が3から5増える。5引け5、4か、まあ3よりは。素早さの種、1から3、3引け3、1。お前もうちょい素早い感出しとけ。さあさあ、そしたらね、もう一個あるの知ってんだ俺。ここ開けていく。こんにちは。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。あ、みんな同じこと言って。魔法の鍵。なんか高くね。まあいいか、買っとくか。マックスまで買っとけ。とりあえずな。この先に進むのは危険だ。なんかやばそう。今 HP27、13、14も食らったの。やば。ヤクザやん。やば。お主ならガライの墓に集まる魔物たちをも倒せるかもしれん。ガライの町へ行き、暗闇の壁を押すがいい。ははーん。待って、画面の右下に階段があることに気づいちゃった俺。そしてもう一回ガライの町に行かなきゃいけないのね俺。暗闇の壁を押せばいいのね。ちょっと待って、痛いってマジ。地下室を探してる。 あるよ、右下にあったよ今。あんたも若いのに大変な旅してるんだね。ああ、お祈るだけか。光がそなたと共にあります。お、
HP が回復している音が聞こえる。アザプ。よーし、よーし、よし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 。待って、これ王様と話さないとセーブできないシステム、もしかして。王様と話す以外のセーブないシステムかな、これ。王様、セーブしてください。王様。ああ、助けてほしいよ。はい。よーし。まだ休まずに冒険続けるか。続けましょう。ただ今回は、今日はここまでにしたいと思います。次回はなんか階段、この城にあった階段が気になるんで、そこ行って階段潜って、その後にガライの村に行って、なんか壁のスイッチを押していこうと思います。ってことで本日もここまでご視聴ありがとうございました。次回もロトの勇者になる私の旅にお付き合いいただければ幸いです。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。